ダナアイビはアメリカ合衆国の女優である。1941年にジョージア州のアトランタに生まれる。母親は教師、スピーチセラピスト、女優として活躍し、ジョージア州立大学で教壇に立っていた。父親は物理学者で大学教授だった。両親はアイビが幼い頃に離婚している。フロリダ州にある大学へ進学して、 奨学金を得て、イギリスへ渡り、ロンドンアカデミー・オブ・ミュージック・アンド・ドラマティック・アートで演劇を学んだ。1962年にテレビドラマの俳役でデビューするも、しばらくはアメリカ国内やカナダにおいて舞台の活動に専念する。しばらくしてニューヨークへ住むようになり、1981年にマクベスでブロードウェイデビューを果たした。その後、 舞台での露出も増えていき、1984年に、ノエル・カワード演出の舞台、プレゼント・ラフターの助演を演じ、クラレンス・ダーウェンとアワードを獲得。同年、スティーブン・ソンドハイムのサンデー・イン・ザ・パーク・ウィズ・ジョージと第一次世界大戦をテーマにした、ハート・ブレイク・ハウスにおける演技で、トニー・ショーにノミネートされた。1985年、スティーブン・スピルバーグ監督の カラーパープルで劇場用公開映画デビュー。人種差別が激しい南部の街で、オプラ・ウィンフリー演じる黒人女性を雇い入れる世間、知らずな白人女性を演じた。同作品がメジャー作品への初出演で、徐々に映画での露出も増えていく。特に知られたのは1991年に制作された大ヒット映画。 アダムスファミリーと1993年に制作された同作品の続編、アダムスファミリーににおけるモーティシアの友人、マーガレット役。同作品では、アダムス家の親戚であるカズン・イットと結ばれる役柄を演じた。その後も話題作、テレビ、舞台と様々な分野でその才能を発揮。ホームアローニでは、ニューヨークで迷子になったマコーレイ・カルキン演じる。 ケビン少年が宿泊するホテルのフロントマネージャーも演じている。2007年に出演したラッシュアワーさんではジャッキー・チェンとも共演した。これまで出演した舞台でトニー賞に5回ノミネートされた実力派でもある。ありがとうございます。